かなか日が眩しいですな。まあ結構もう前になりますけども、マロケさんとですね、ユキミンさんと、コラボ動画をやらせていただいて、夏にやったんで今年の、まあ本当に非常に楽しい一日になって、まあおかげさまでですね、まあお二人本当にイメージ通りの方でしたね。本当に気さくに楽しくお話しさせてもらって、楽しい対談になったなと思うんですけども、まああれもともとは僕マロケさんの動画いつもね、見させてもらいますが、マロケさんの方の動画のコメントでだったと思うんですけども、まあ、僕の方のチャンネルも見てくれてる方だったみたいで、その方のコメントでハムロックさんともね、ぜひコラボをっていうコメントいただいてて、ああこれはちょっと面白いなということで、もう速攻マロケさんに連絡してですね、で対談動画の中でマロケさん言ってましたけども、本当その後トントン拍子でメール2、3通とか言ってましたけど、本当そんな勢いで、じゃあやりましょう、このいついつでこの場所でっていうの、本当にあっという間に決まった感じなんですけど、まあでもあの本当にコメントなかったら多分実現してないと思うんで、本当にありがたいですね。一応その対談動画のその後みたいなですね、続編で番外編をね撮りましたんでっていう話をしてたんですけども、ちょっとまだ出せてなくてですね、まあ僕の方ちょっと編集もう終わってて、あとマルケさんの方がまだちょっと編集終わってないみたいなんで、ちょっともう少しお待ちいただいてですね、まあ準備ができたら、どちらそれぞれのチャンネルで番外編も何本か公開されると思いますので、お待ちいただきたいと思います。対談動画の中、いや番外編の方だったかで、ユキミさんがこんな質問してて、もしまたマロケチャンネルさんとコラボするんだったらどんなことをやりたいですか、もしくは、他にコラボしたい YouTuber いますかみたいな質問だったと思うんですけど、僕はそれでですね、もしまた次回マロケさんとやるんだったら、ハムロックチャンネルでもマロケチャンネルでもない動画をやりたいっていうふうに言ってたんですよね。まあ街歩きなのか何なのか企画は分からないですけど、どっちでもやってないことをやりたいっていうふうに言って、で他の方はちょっとあんまり思い浮かばないっていうか、旅系のことで言うとマロケさんのチャンネルぐらいしか僕は見ないので、あんまり浮かばずに、そしたらなんかマロケさんがですね、じゃあどうしてマロケチャンネルは見てくれてるんですかって言ってて、その時なんか結構話のこうリズムをあんま変え落としたくなかったっていうのもあって、ポロッとなんか安直な答えを確かしてしまったんですよね。なんか昔から見てるし楽しいからみたいなことを言ったと思うんですけど、結構あの後ああなんて答えたかったんだろうな本当はとすごい考えてて、多分本当に言いたかったのは動画作りに対してすごい真摯だっていうことだと思うんですよ。それはもう昔から思ってて、でやっぱりお会いしてお二人とも、まあ人柄もそうですし、なんか手抜きしてる感じがないんですよね。まずそれはすごいなと思って、まあでも対談動画でもマロケさん自身もなんかその場で思いつきで撮ったりするんですよみたいなことも言ってましたけどね。まあでもそれは手抜きには入らないと思うんで、また別の話だと思うんで、それはそれで結構意外だったんですけど、やっぱりすごい手間暇かけて撮ってるなっていうのが、やっぱり同じ動画作ってる身としてはすごくそれが分かるじゃないですか。やっぱりどれだけのことに気を使って撮影して編集してるんだろうっていうのがやっぱり見えてくるんで、すごいなと思ってね、あそこまでなんかしっかり作り込むようなことはなかなかできたもんじゃないなと思って、それがまず素晴らしいと思いますね。お二人とも真面目にやってるって言っちゃあれですけど、本当にで動画作りを丁寧になさってるなというのがすごくやっぱり僕がマロケさんチャンネルすごいなと思うとこですね。でやっぱりそういったお二人を目の当たりにするとですね、僕もやっぱり反省するとこがすごいあって、自分のチャンネルとかね、動画をもうちょっとちゃんとやんなきゃいけないなとか結構反省しましたね。あのあとであれが確か8月だったんで、あのあとすぐ
結構その自分のチャンネルの例えば再生リストの整理をしたりですね、まあ本当に細かいことなんですけど、そこも結構整理されずにくちゃくちゃになってたんで、まあいらない再生リストはもうこっちのやつと例えば統合しちゃったり、もういらないものは削っていってちょっとスッキリさせたりですね、まあもう少し中身を整理したり自分も真摯にやらないとなというのはすごく勉強になりましたね。でちなみに再生リストって、まあ動画普段から見てくださっている方はほとんど知ってるとは思うんですけども、万が一知らない人がいるかもしれないんで、再生リストって僕の、まあ、どこのチャンネル行ってもこうトップ行くと動画一覧とかと再生リストっていうとこがあるんで、そこ行ってもらうと、カテゴリー別に全部分けてるんですよ。例えば僕だったら、最近どこだ、エチオピアの旅とか、あとは韓国の旅とか、イタリアの旅とか、スイスの旅とか、その国ごとで再生リストを作ってるんですよね。なので、そこを例えばエチオピアの旅ポチッと行ってもらうと、1話から順にこう再生自動的に再生するようになってるんで、大半の方はもうもちろんお分かりだと思うんですけど、まあ、もし使ってない方がいたらもう絶対それ使うと便利だと思うんで、活用していただければなと思います。再生リストがあるとね、もう何年前のものでもこう探すのもあんまり苦労しないと思いますし、ポンとこう見に行けるので、ぜひ使ってみていただければなと思います。いやー、というわけで一応今キャンプ動画を撮ってるところなんですけども、ああ気持ちいいですね。風がそんなに強くはないんでちょうどいい感じで、で旅動画、そういえばこの後ですね、ベトナムの旅っていうのが始まると思うんですけど、そこでですね、一旦ちょっと終わるんですよ。僕が今ストックしてる海外ものの旅動画が。で、こんなん初めてで、YouTube 始めて以来初めてなんですよね。完全に。初めてじゃないか。いや、でもここまで何にもなくなるっていうのは初めてかもしれないですね。要は次の、ベトナムの次の動画がないんですよ、もう。なのでまあ、出すんだったらどっか行かなきゃないんですけど、それもね、どうなるか。ちょっと今ハムロックセカンドでこっちのキャンプチャンネルの方をやりだしてるので、なかなか旅動画の方はですね、どうすっかなって、まあそれも考えてる最中です。いざやってみると2つチャンネルやるって結構大変なもんですね。というわけでちょっと話しておりましたが、マロケさん、ユキミンさんとの、コラボ動画の後日談でした。後日談というか、まあ僕がちょっとあそこ言い足りてなかったな、ちょっといつかそのうち訂正したいなと思ってたことをお話ししました。